はい、勝ったのが第5兵なんで、まあ第5兵カルラシンの異名を、大の筐体の使用上このまま連戦で行った方がいいってことになったんで、大悟さんが、1P のまま継続、そしてゲスト側のグーさんが、そのまま座って、格付けしていく感じですね。カルラリナ同キャラ対決。さあ大悟カルラ同キャラも嫌だと言っていましたが、神とか言ってる割にはなんか同キャラが苦手とか言ってるなんか甘えなんですけども、グーさんこれ昔はねリナじゃなくてマーレン使ってたんですよ。ああなるほど。でもやっぱりリナじゃないと勝てないと一発じゃない。そうですね、カルラってリナ、カルラとリナの相性って抜群ですからね。でもマーレンも強すぎる。相手知ってる、ちゃんとさあ頑張って追いやって、うわー乗っている、あーっと悪かった、急に投げ、タッチ、暴れ誘いか投げた。さあジリジリとした状態だ。さあ大悟カルラがリナ残ってはいるんですが、おっとパッシブ、さあ女の子がナタを振り合う、やっぱり相手のドミノが何をした、爆発が爆発が当たっている、これはちょっと痛いんじゃないか、みんな分からなかった。そうです、投げますね、半分以下の投げで4000近く減るんで3000。さあ今のはちょっと痛かったかな。なんだ今の。そう。あれから。ミリが仕込んで入っている。もうすでに8000減っているぞ。グーカルは。足の戦いが怪しい。空中投げ投げる。これはほら。発動する。今アクセル。いつ投げが来るんだ。投げていく。まずは1本、あのタクはちょっと理不尽すぎますね。さあカルラ使いとしての意地を見せたいグーです、グーさんですが、やはり第5兵の壁は高いのか。クー投げ、投げ、あれクーは半分なんだな、ほんとあれはもう本当に返せるわけないですからね。ホームラン、ファイリーティー、ワンピーが強い、高人対決、やっとこの高さでした、内野くらい打ち上げてしまう。さあ画面外どんどん下がるぞ、どうしようって言ってますけど、これ同キャラ戦なんでやるしかないですよ、頑張って。まだおっと一発目、ここはさっきと同じような状況になっている、今度はタッカーを逆、あっとうまく暴れた、暴れた、投げる、投げ、投げを外している、さあホームラン、コンボ決めて、全員がない。いった、相手のコア潰した、読んでた。はい、後ろで投手が嬉しそうに、あいーって言ってますが。さあ、しかし、グーさん側はゲージがない。まず読まれてた。ちょっと怪しい状況でしたけど。大丈夫か、暴れた。ああ、ちょっと怪しい状態だ。ああ、いや、本当に矢印出ている、カルラは行ったところ、大ジャンプにとどめられる、あああああ、おっと、カルラ白点だった、さあ、青点打っていく、ああ、浮かしていた、勝ったのは大悟兵、距離が遠すぎたぞ、今のはこれで 2-0 ですね、やばい人さあしかし、同キャラ戦苦手って言ってたんですけど、なかなかどうして、結構簡単にさばいてる感じがあるんですけどね。まあ、グーさんは身内といっても、まあ、変わりはないんで、よくやってるっていうのもあるんでしょう。そうですね、まあ、やってるのかどうかよく知らないですけどね。では3戦目いきます。生松どっちかがお互い生松としてダメージもらってますけど、ガードして、さあ、矢下に矢印出てしまった、今度はグーさん決めに行く
おっと投げる。さあ気づいたらもう半分なってる。あーっと、これはぼかしてしまい。しかし投げる。おっとうまくガードした。さあここは大丈夫に見ていきたい。特別リード入った。おっと投げ投げ。今度は大台になっていく。リュウさんの投げ始め。さあそして青天。まだチャンスはついている。さあ青天だぞ。これはさあまあここはしっかりしていた。攻めていきたいところをしっかりととがめましたね。まあ画面を見ているのか見てないかというとして、ガードしてる。ちょっとタッチパッドちょっと遅らせてガード持ってきて流れに下がってしまう。投げを外してる。の空振りにジャンプで入った画面し入れたわ。今度は誰だ。投げた全開スあれ爆発しちゃう。あーっと追撃ができない。ガードしているとアウトになってしまうのが怖いが、ここはしっかり当てていく。はい、手の割りからしっかりしてこー。さあここはなんとかしたい。投げていく。なんだっていう言葉も出てますが、同キャラです。いや、しかし、ベロゲージなんで、まだまだ、まだいける、まだいける、まだいける。ガーキャン、しっかりガーキャンしていく。そして、発動し返して、分身がうまく当たらなかった。おっと、しっかり先に避ける。さあ、赤点同士。ドンパチやってもらいましょう。危ない。白手に戻って繋がらなかった。カウンター、実際にカウンター。さあまだ分からない全然。さあ大五平の方が青くなりそうだな。ちょっと戻った。さあリナがたまり投げる。一回ここはどうだ。おっと何したの。しかし音神なし。あっと終わった。SA が出なかったと。今の星落としたのはかなりでかいんじゃないかな。大五平もなんか汗を拭いたポーズしてますが、スーさんが思わず立ち上がってあーと嘆いていく。さあこのまま大五平が全員、俺も知らないからっていう全員カルラの全員カルラは決まってしまうのか。何言ってるんですか。ごぼうさんがいるじゃないですか。関東1カルラ。関東1ですね、とりあえずは。さあ、青天。青天の時の処理うまいですね、大五平。しっかり立ち回る分。あ、ここは避けてる。しっかりしてる。他のキャラはあれ、なすすべはないんですが。おっと、うまく避けた。ルーさんは青手になって、ホムラー、寝る。これはきついぞ。そして赤手になってるぞ。さあ、割れちゃった。さあ、割と理不尽なやられ方しまして、予定調和だったのは、ただ、あれ一応分身の立ち絵にガーテンしたら、次の彼の立ち絵に間に合うはずなんですよ。あっと上に上がったけど何もできない。一番取っていく。さあなんか割り込んだ。ダメージを選ぶ。これは暴れが通る。もう一回もう一回ほら打たない。ゲージはあったか。ここは逆転されるんだね、こういう流れ的に。あっと運が良かった。これは運が良かった。今のはしっかり殺すべきところ。投手からもヤジが飛ぶ。あと1回おっさん勝ってるからもう気が楽だからもう。あと青天だぞ。カウンター、だから青天。何やってんの、何やってんの、何やってんの。一緒に持って打ちたい放題だ、ホムラが。さあその余ったゲージをどこに使うのか。よけったやん、カウンターにはならず。おっと、さあ逃げジャンプ A に引っかかる。 4-0。 さあ、スーさんがなすすべなくやられていく。カルラ対カルラだから
まあ、事故が起こるんで、まあ事故が起きますね、まあゴーハ人がちょっと当たりにくいっていう嫌いはあるんですけれども、ローカル戦はみんなつまんないって言ってますけど、そうですね。さあこれが最後の試合になってしまうのか、カズラ戦絶対ちゃんと無理で暴れてきました。ここは追撃できる、しっかりしている、2発からゴーハ人のゲージはなかった。ゴーハ人多分高めじゃないと当たんないから、まあ、やらない方がいいっていうのもあるんだ。カズラどうやらはあれ当たんないのか、当たんないっていうわけじゃないんですけど、角度その高さが一番高い、あのキャラの中で一番高い高度でやらないとゴーハ人がクリーンヒットしないっていう風な話を聞いたことがある。あ、そっかそっか、で氷炭の最頂点でやってもダメだって話ですよ。そうそう、おっとうまい、相手の立ち身です。さあ出してから、さあ封鎖していく、ダッシュにタッチ、グーザーン、リーチがかかった、おカウンター安くないか、デジョさんもあるぞ、ゴーフチコ重ね合わせて勝っていきたい。さあしかし第5編しっかりしている、あっそうオムラーバカッピー巻き込まれる、あああ危ないぞ、空間逃げて、空間逃げて、ストレート勝利、勝ったのは第5編、はい。